はい、レンタルババです。はい、今回の動画ですね、ちょっと告知の動画とさせていただきたいと思います。まあ、タイトルサムネイル見ていただいてね、内容は把握されていると思うんですけども、当チャンネルですね、2回目となる交流会を行いたいと思います。はい、ということですね、まあ、交流会、私ね、常日頃からライブ配信をね、頻繁にやって、まあ、視聴者の方とね、交流するのを楽しく、もう本当に自分自身がね、楽しんで動画の配信をさせていただいております。で、今回はですね、交流会ということで、まあ、皆さんはね、文字で私にね、まあ、気持ちを伝えていただいたり、いろんな意見を言っていただいてるんですけども、実際にお会いしてお話ししてませんので、私は逆にですね、皆さんのお顔を拝見してですね、まあ、お話をしたいなと思いますので、ぜひですね、今回のイベントを参加していただければと思います。で、イベントに関してはですね、交流会、まあ、特に参加費用とか一切、いりません。ただですね、一般の駐車場を利用しますので、そこの規定のね、駐車料金をお支払いいただくだけで結構ですので、まあ、特にそのね、お金がかかるとかそういったこともありませんので、気軽に来ていただければと思います。では日時なんですけども、5月の14日日曜日ですね、10時から夕方の6時まで、これからね、まあ、ちょっと以前の動画にはなるんですけども、以前の動画をちょっとね、編集してちょっと分かりやすく編集しましたんで、そちらを見ていただいて、その場所に私がね、10時から6時の間ずっとね、皆さんをお待ちしておりますので、たとえ10分でも20分でも構いませんので、ちょっとね、お顔を見せていただければ嬉しく思います。では早速ですね、場所の説明をしていきたいと思いますので、こちらをどうぞ。はい、ではですね、場所の説明をしていきたいと思います。まずこちらのね、ホームページの写真をお借りしているんですけども、泉南ロングパークというね、ところです。で、見てもらったらすごく綺麗な場所なんですけども、まあ、大阪の方はね、ご存知な方いらっしゃるかもわかんないんですけども、まあ、大阪以外の方の方が多いと思いますので、ちょっとね、細かく説明していきたいと思います。まあ、簡単に言うとですね、こちら、関西国際空港になっておりまして、まあ、飛行機で来られる方もね、ちょっとね、今、1名だけですけども、北海道から来ていただけるというお声をいただいております。これはまだちょっと予定なんですけども、まあ、そういった方もね、過去にたくさんいらっしゃったんで、去年ね、この場所を リサーチしておりました。で、ここね、何がいいかっていうと、車じゃなくても本当に来れます。で、飛行機、電車、揃ってますので、で、駅からね、だいたい10分から15分で来れる場所でもありますので、すごく便利のいい場所で、で、イオンが近くにあるっていうことと、ね、食べたりとかですね、子供さんが遊んだりするところ、ちょっと写真見てもらったら、ここにね、空中アスレチックがあるんですよね。で、これちょっとね、詳細までは私分かってないんですけども、もしかすると年齢制限はあるかもわかんないんですけども、まあ、こういった遊ぶ施設があったりとか、で、まあ、海ですね、海があって、で、水道とかもね、使える場所がありますので、まあ、小さいお子さんがちょっとした水遊びをする場所にもね、最適なんで、ぜひね、ご家族連れで、来ていただければと思います。ではですね、簡単に説明していきますけども、まあ、こちらが関空になってまして、こちら連絡橋ですね、橋があるんですけども、まあ、これ、まあ、こちらの、泉佐野市と、ね、空港を結んでいる橋なんですけども、まあ、大体の方が高速道路を利用されて来られると思います。で、高速の降り口っていうのが関空のね、手前で、あったりとか、阪神高速道路の湾岸線っていうのがあるんですけども、そちらから来ると大体ね、橋をくぐってくる形になるんですけども、まあ、それをくぐってきていただくと、ずっと道なりですね、海岸線沿いをずっと走ってくるとですね、こちら、この通りに出てきますので、もう目指すはですね、左手にイオンですね、ここにでっかいイオンがありますので、このイオンを目指してね、ずっと道なりに来てください。で、イオンに来たらですね、ちょっとね、地図に切り替えます。で、この辺にイオンがあるんですけども、こちらが会場ですね。今映してた場所。今のね、ホームページの写真の、こっちから映してる写真ですね。あれはね。で、この場所に一応ね、会場としてね、設けておきます。で、まあ、こちらが関空で、こちらが橋ですね。で、ここをずっとね、この黄色い線ですね。黄色い道が、一応国道になってるんですけども、これをずっと道なりに来ていただくと、左手にイオンが出てきます。ではね、この近辺のね、アップの航空写真ですね、見ていきたいんですけども、こちらね、イオンが出てきます。このでっかい丸がですね、イオンでありますので、まあお昼ご飯ここでね、買い物するもよし、で、中施設もね、食べるとこ結構ありますので、もう本当にね、食べたり飲んだりとか、まあおトイレも近くにありますので、すごく便利な場所なんでね、参考にしてください。で、イオンが出てきたらですね、まずこっからですね、減速していただいて、
イオンの真ん前にまず一つ目の信号ですね。で、二つ目の信号がここにあって、で、三つ目ですね。三つ目、まあ、イオン過ぎてから二つ目ですかね。に、信号がありますので、ここ右折してください。こっちですね。今回ですね、ここの黄色の場所に、車を止める場所を変更します。まあ、ここをね、赤丸打ってるところですね。ここに私が待機しておりますので、こちらの方を目指してね、来ていただければいいかなと思います。まあ、当日このつなぎですね。この青いつなぎ来てるので、すごく目立つと思いますので、本当に気軽に声をかけていただければいいかなと思いますので、どんどんね声かけてください。ではね、もっと詳しくね、見ていきますけども、まずですね、こちらちょっとね、わかりやすくしたんですけども、今回ですね、ここ右折してからですね、ここの交差点、イオン越えて2つ目の交差点を右に曲がってずっと突き当たりまで行くと、もう U ターンしなければいけない状況になりますので、U ターンしていただくと、こちらにね P4 のね、パーキング P の4と書いたパーキングの入り口がありますので、そこ入ってください。で、その入ったらですね、左側に、入場のゲートですね、料金の駐車券を取るゲートがありますので、そちらから入っていただいて、右奥を目指してください。で、一応駐車位置と書かせていただいたところを順番にね、空いているところを適当に止めていただく形でしていただければいいかなと思います。で、この辺りにいますっていうことで書いてるんですけども、まあ、この辺にですね、テーブルと椅子を置いてですね、私座ってるか、もしくは他の方とおしゃべりしてるかと思いますので、そこにね、もう本当に遠慮なくどん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 割り込んで入っていただければ、どんどんね、私と話していきますので、もうだったらもう基本も来てもらった人たちとみんなと輪になって話してもいいかなと思ってるぐらいなんで、まあ、本当にどれぐらいの方が来ていただけるかわかりませんけども、来ていただいた方すべてにね、私対応して、記念のカードですね、まあ、私の名刺代わりになるカードがありますので、そちらを受け取っていただきたいと思います。で、もうちょっとね、細かく見ていきたいと思うんですけども、まず P4 パーキングっていう入り口ですね。 U ターンしたら左手にこの看板が出てきます。これですね、この看板が出てきますので、この看板が出てきたら、その普通に左折して入っていただければ OK です。で、こちらの駐車料金に関してはですね、一応最大1200円ということになりますけども、まあ24時間いる方はいらっしゃらないと思いますけども、多分ちょっとね、時間かかる方に関しては1200円いっちゃうかなと思うんですけども、まあ私とお会いした後ですね、本当にご飯食べるところもあれば、お子さんが遊ぶ場所もあるし、まあ海で遊ぶこともできますので、ゆっくりして行かれたらいいかなと思いますので、まあ最大でも1200円のね、費用がかかると思っていただければ結構です。で、P4 の、駐車場入ると、こういう風にね、入ったところからパチッと写真を撮ったんですけども、こっちですね、まっすぐ行っちゃうと、施設の方ですね、右への方に行ってしまいますので、こちらじゃなくてね、左側に入場のね、ゲートがありますので、ここでね、駐車券を取って入ってください。で、入るとですね、駐車場全体見渡すと、こういう風に見えます。まあ、ここは出口なんですけど、こっちが入り口ですね。で、入ってもらったらね、右奥の方を目指していただければ OK です。で、向かって正面ですね、正面に白い建物があるんですけど、こちらが男性用、女性用のトイレがここにありますので、こちらの方をね、目指して右奥から順番に並べていただければいいと思います。で、あとですね、こちら、一応エリア的にはね、ここ F のエリアという風になってました。一応ね、アルファベットが書いてあるんですけども、F エリアのところにね、一応駐車する予定でいますので、まあ、どれぐらいの車がね、集まるかわかりませんけども、まあ、ここ一応ね、本当に数百台余裕で止めれますので、多分大勢の方が来られた場合でも全然対応できる場所になっておりますので、どんどんね、ここ順番に止めていただければいいかなと思います。やっぱりね、一般の方もいらっしゃると思いますので、奥から順番にね、止めていただくと幸いでございます。はい、では次ですね、こちら、まあ、ざっくりね、もう一回おさらいなんですけども、まずイオンですね、大阪方面から来られる方、だいたい和歌山から来られる方の方が少ないと思うんですけども、だいたいね、北から南の方に向かってくる方がほとんどだと思います。で、これをずーっとね、来ていただいて、イオンを左手に見て、ね、一つ目二つ目ですねの信号を右折します。で、ずーっと行って、この辺まで行きますね。確かこの辺まで行きますので、この辺まで行ったら、今度 U ターンする形、必然的に U ターンしなければいけない状況になってますので、U ターンしたら、左手にパーキングの入り口が見えてきて、まっすぐと左に行くところ、で、左に行く方に、入場ゲートがありますので、そちらで、駐車券を受け取って、右奥の方ですね。の方に向かっていただければ、多分もうね、駐車場見えたなら、もう多分車がたくさん止まってるのが、まあ、このチャンネルの目的としている方の駐車スペースだと思っていただいても間違いないぐらいのガラガラなところなんで、安心してね、来ていただければいいと思います。はい、ということでですね、今回ね、交流会2回目のオフ会ということで、皆さんにね、場所の説明をさせていただきました。本当にですね、場所は広々とした場所で、すごくね、潮風にね、すごくあったかい風浴びながら
一日ボケーっとできる場所ではありますので、まあ、そこでですね、普段私としては文字で交流している方と実際にお会いして、ね、顔を合わせてお話しできるという楽しみが私の中ではすごくありますので、まあ、一人でも多くの方がですね、この場所に来て、たとえ10分でもね、本当に交流していただければと思います。また来ていただいた方に関しては限定ステッカーですね、ステッカーの、プレゼントと私の名刺ですね、お渡ししますので、ぜひですね、そのステッカーと、名刺をもらうだけでもいいので来ていただければ嬉しく思います。ではですね、また近い時期になりましたら、まあ、5月に入ってからですね、再度ね、告知の動画を上げさせていただきますので、ぜひね、この動画を見ていただいて行こうかなと思っていただいている方、5月14日のね、日程を開けていただければ嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。楽しみ。